有吉さん、武田信弘とかいうアホ面でチャラついたおっさんがブログでこんなことを言っていました。9月8日今日はナレーションの収録をしてました。原稿を読むのは何度やっても難しく、なかなかうまくいきませんでした。9月10日、今日は朝から番組収録でした。セリフを覚えることに慣れていないので少し疲れました。9月12日、今日は夕方から収録でした。番組の流れを見てトークに入っていかなくてはならなかったので、いろいろ考えて頭が少し疲れました。いつまで経っても読めねえわ、覚えられねえわ、話せねえわ、お前もうやめちまえこの野郎。お前何なんだ、現役時代サッカー選手じゃなくてサッカーボールだったのか。蹴られまくったからそんなアホなのか。あのな、こっちもヘラヘラしたおっさんの女遊び自慢なんかいつまでも聞きたからねえからよ。中田秀と一緒に女子大生みたいにプラプラ旅行してるんだ。いやズラやろうって。ズラじゃねえ、ズラじゃないっすね。